まいさん、どうしたの？好きなことを仕事にするにはどうしたらいいですか？好きなことを仕事にするには、なんかね、好きだけだとやっぱりやっていけないって思うんだよね、厳しいこと言うと。で、好きかけるなんかこう自分がこう得意なことだったりとか、なんか続けていけることとか夢中になれるっていうところは結構大事だなって思ってて、それこそ私最初ってファッションコンサルとかイメージコンサルタントで起業しようと思ったんだけど、なんか好きだと思いきや実はなんか全然好きじゃなくて飽きっぽかった、もう続かなかったんだよね。でもなんか最初恋愛コンサルタントとして起業して、そのまま独立までしてるんだけど、そこって好きっていうレベルを超えて、もう当たり前に普段やってることだったから、好きっていうことすら気づかなかったので、なんか結構内観して、自分のなんか好きかける強みとか自然とやってることって何かなっていうのをまず見つめてみるのがいいかなと思います。